じゃあ、サンサーラマリーチ発信第2弾です。今日は、金額のことを、はい、まあ、今まで皆さんにちょっとなかなかお伝えすることができなかったので、今日は金額をきちんと逸脱していこうかなと思っております。じゃあプランからです、うん、どうぞどうぞ、はい、まあ、一番最初にリミエールプランです。はい、まあ、こちらは入会金とこのね最初の初期費用っていうのが、まあ、共通で後々のこうプランとここは同じなんですけど、月会費が例えばここ8000円とかちょっとお安くなってるとかですね、うん、でこちらはきちんと結婚を考えられてるので成婚料をきちんと打ち出すという形でここ15万ってなってるんですけれども、データマッチング型とお見合い型を、まあ、両方兼ね備えた金額として、まあ、一番こう両方のいいとこを取ってる金額にはなってるんじゃないかと思います。で、まあ、お見合い料とかもこうきちんと設定するという形で、まあ、5000円とちゃんと打ち出しております。でこの中には占いをちょっと入れていったりとかっていうポイントをこうお付けしたりとか、あとコースによってはね、そうそうそう、まあ、中水面九星気学を使ったりとか、私の霊感練習、まあ、いいとこの、占いをちょっと取り入れていこうかなと思ってます。これも割と一般的なコース。そうですね、そうですね、まあ、こちらがそうね、こちらが先だったかもしれないよこちらが結婚をね考えられているんだけれども、その後のお金をちょっとこうあまり無理なんですって、お気軽にもうちょっとこう試したいんですって、結婚相談所使っていきたいなっていう方にこう向けてですね、初期費用は同じ、先ほどと同じで、まあ、月会が少し高くはなるんですけど、まあ、全体の全国版と熊本版を、まあ、見比べても、まあ、こちらの金額だったら大丈夫じゃないかなっていうところで、少しゆっくり進んだり、そうだね、のためのプランですね。です。まあ成婚料はこちらは抑え気味の2万ということで、うん、まああとは全体的に変わらないのかなって、ただ成婚料がもう本当に抑え気味になってらし、うん、なってるのかな。それはやっぱり少し時間がかかるかもしれないっていう人のためのプランですよね、うん、そうですね、うん、やっぱりゆっくり成婚料をお支払いしても、もうちょっとこうゆっくりね、密に家族のことも話したい、いろいろなことを話したいって言われるんだったら、きちんとあとのね、先ほどの、まあ、こちらをね出したけど、こちらのプランの方が、まあ、安定はしてくるのではないのかなって。だけど、まあ、お手軽に相談所を利用したいという方向けにこちらをちょっとね提案 してみました。でまだやっぱり20代の方っていう方がね、もっともっと、まあ、結婚相談所を利用されるといいなということで、少しね割引なんですよね。ね、そうそう、初期費用を半額に抑えて、まあ、ちょっと10万かかるところを5万でまず抑えていって、後のプランは両方から選んでいただくという形をね打ち出してます。うん、やっぱり全体的に見て、まあ、無理だなと思ったらお手軽にちょっと結婚相談所を試したいな、相談してみたい、でもやっぱりどうしていいのか分からないから、ちゃんとこうアドバイスいただきたいなとかっていろいろあると思うんで、その方その方に対して、まあ、自分の性格だったりとかそういうことをまあね考えていきながら、どっちのプランを私たちもこうお聞き、まあ、聞いていただいて、まあ、こちらの方がよろしいんじゃないでしょうかっていうアドバイスもできるよね。うん、その方に合ったね。だから金額とその方に合った、まあ、プランを選んでいただくことができるんじゃないのかなと思います。であとは、まあ、いろいろ特典とかもほら占いの分野だけじゃなくて、そうですね、うん、特典をおのおののコースにつけてるんですけど、こちらが、月会費が1万円で少しお高めになっているので、まあ、占いを含めたカウンセリングみたいなものを、うん、月3回月こっちが2回、うん、2回含めて、まあ、その時にね相手のことを知りたいだったりとか、ちょっとねトータルで流れを見たいとか、その時によって違うと思うんですよね。だから2回という設定を設けたんですね。やっぱりその時のお相手を見たいのか、ね、全体的な旧石学中睡眠2人の流れを見たいのかで、まあ、2回の利用を、まあね、できたらいいんじゃないのかなと思ってですね、
まあ、おのおののいいところをぜひ試していただきたいなと思いまして。でも3カラーの強みですね、うん、でやっぱりこちらはね、あの逆に、まあ、3回の占いをちょっと入れてみたんですよね。やっぱりじっくりっていう月3回、まあ、あれば2人のおのおののいいところ、例えば人柄を見てほしい、まあ、流れを見てほしい、あとした2人から同時にしてもらいたいを3回目にちょっと持ってこようと思ったんですよね。やっぱりこの人って、まあ、3ヶ月ぐらいで決めたんだけれども、もう1回2人から、ね、月1回のそういうものをトータルで見てもらいたい、こっちの戦術もこっちの戦術も見てもらいたい方に3回ちょっと設けようかなと思ってですね。でやっぱり10分間の、ね、占いは、まあ、1000円ということをいただいてるんですけど、3回で、まあ、お得にね、あの毎月通ってくださるんだったら月替えがちょっと高いので何かできないかなとかね、あのいろいろ考えてみました。で成婚した時にこちらからあのパワーストーンのね、そういうものを少しお揃いで差し上げるということもいいのかなとか、あとはポイントとしてあのお二人様があの例えばメイクを少しね綺麗にこうしてお相手と、まあ、そういう、まあ、タイプとかそういうものにね特化したいな、自分を磨きたいなと思った方にもそういう特典も少し考えております。少し講座をね、うん、やっていこうかなと思います。うん、自分をね磨く講座をするともっとこうあの自分の見直しであったりとか、お相手に対してもっともっと輝きたい、自分ももっといいところ実力をつけたいとか、まあね、何かこうやることで、まあ、結婚に対してまた前向きになられるんじゃないのかなって、応援できないかなと思ってですね。でやっぱり男性は男性で同じ女性として あのご相談、こういう女性ってこういうことなんじゃないでしょうかって女性の気持ちをアドバイスできたりもするのかな、そこはお二人でね。で女性側に対しては男性はこんな風な方が少しメイクがよろしいんじゃないでしょうかっていうアドバイスで、おのおので少し特典をね変えてみようかなっていう思いがあります。そう、あとは、まあ、サンサールオリジナルであのお相手次第では、まあ、こういう風にあのなかなかこう止まってしまうことありますよね。流れが出会ったんだけれどもどうしてもお相手がわからないとかっていう時はあのじっくりね、あのコンピューターではないので、うん、その時その時 あのお相手の状況を判断しながらご相談、占い的な分野であのできるんじゃないのかなと思います。うん、それが強みじゃないかな。そうですね、うん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 、コンピューターじゃない人 の、ね、うん、あの言葉で伝えるってすごいこう響くし分かりやすいよね。うんうんうん、今もそれを活かしながらやってるんだけど、もう前々からね恋愛の相談が多い時にもうちょっと最初からね見ていけないかなと思ってた夢がやっと叶ってくるんじゃないかなと思う。で、まあ、データマッチング型とあとはこう仲人型っていう両方を兼ね備えたあのものとしてあの打ち出せるんじゃないのかなとか、お相手のタイプをお聞きして、まあ、こういう方がいらっしゃるようですよっていうおすすめ方もできるのかなと思うと、あとあの本体自体がちゃんとしたほら JA 様たちとまあつながってるじゃん。だからそういう打ち出し方もできるのかなとかね。うん、大元が東京にあるので、まあ、そういう加盟店にはあるんですけど、きちんとされてるところにあるのかなと思うので、ね、小さいところではないという信頼のもとにできるのではないのかなと思います。うん、あと私はまあ彼女の戦術を見ていて、自分と違うって思うのはやっぱり。あのデータをきちんとこう見て分かるということで出してくるので、霊感霊視はそこはできないんですよね。だからやっぱり見て安心されてる方もいらっしゃると思うんですよ。どうしてもこちらを例えば3回使ってもいいと思うんです。やっぱり霊感霊視は形に出ないものだから、その人を知りたいんじゃなくて、例えば3名様ねあの選ばれたとして、その人たちの先をデータとして見てほしいんだったら、九星気学とか四柱推命はそのままそういう風に使ってもいいのかなと思うと、やっぱり何で安心されるかわからないんですよね。だから占い分野の中の自分に合う使い方をされた方がいいのではないのかなと思います。あ、どちらを使っていただいても大丈夫です、うんうん、あとはもうあのこんなにねちょっと分野が分かれてきたので、占い、結婚相談所、パワーストーンとか、まあ、共通で使えるなんかまあ会員的なものをちょっと考えながら今進めていくのかなとは思ってるんですけど、まあ、それに対してもちょっと今後ね、まとめながらいきたいなと思います。やっぱり定期的に通われる方に少しプラスになるように
私たちもできないかなって常に考えております。本当にね、定期的に通われてる方も本当にね、いらっしゃってくれるので、おのおのでお客様を大事にしたい気持ちが、そういう形になかなかできなかったので、まあ、ちょっと形にできたらいいなと思っております。今後ともサンサーラをよろしくお願いいたします。